関宿町は、千葉県最北端の統括地域、東葛飾郡に属していた町。現在は編入合併により、野田市になっている。関宿町の中心部1974年度撮影関宿、地区は、関宿藩の城下町として栄えたが、1871年の廃藩と昭和以降の水運の衰退、消滅によって、小都市としての独自性は失われた。 関や土城の遺構は、利根川や江戸川等の合分流点付近に位置し、明治以降に行われた河川改修のために保存状態が極めて悪く、元の武家屋敷等もあまり残されていないために、いわゆる城下町としての景観はない。二川地区と期間が施地区は農村地域であった。その位置から同じ千葉県内以上に、利根川対岸の茨城県や江戸川対岸の 埼玉県との結びつきが強く、水運の衰退以降も、利根川に加強された、堺大橋と江戸川に加強された関宿橋を介して、茨城県佐島郡堺町と共に県境を越えた、商業中心地となっていたが、交通体系や商業構造の変化によって、衰退傾向にある。2003年に、野田市に編入された関宿町は、1955年7月20日に、 上流側から順に、旧、関屋土町、に川村、木間が瀬村の三町村が合併して成立したものである。合併後の新、関屋土町の町役場は、東法師花の旧、に川村役場に置かれた。このためこれ以降、町役場の位置で市町村の位置を代表する地図において、関屋土町の位置と、本来の関屋土町の位置が違うという状況が、出現した。ただし、 新、関宿町の代表地となった、東方玉花もまた、江戸川水運の拠点として栄えた町である。したがって、1955年以降の関宿町は、旧城下町、河口町である、関宿地区、同じく元の河口町である、東宝州花を中心とする、二川地区、農村集落からなる期間が世地区の3地区から成り立っていた。 千葉県の西北部、県の最北端に位置する。東は、利根川を境に、茨城県と、西は、江戸川を境に、埼玉県と隣接する。二つの大きな河川に挟まれて、千葉県が北へ細長く伸びる位置にあり、北端は、利根川と江戸川の分流点になっている。これは、利根川水系の治水と水運を目的に、江戸時代初期に行われた。 利根川当選事業の結果であり、最終的には明治以降に行われた河川改修の結果、現在のような形状になった。もともと関東平野の中心に近い関宿は軍事上の要衝であったが、利根川本流と江戸川の分岐点となった江戸時代以降は水運上の要地としても栄えた。しかし、交通の主役が水運から鉄道に移ると、 交通拠点としての重要性は急速に低下した。地形は平坦であり、江戸川と利根川沿いは低地であり、そこに農地が集中している。平坦な地形ゆえに標高は低く、最高標高地点は15.6メートルである。1955年7月20日に、旧関宿町に川村。 木管が瀬村の山町村が合併して成立した、当時は13,795人であり、純農村地帯であった。その後、1970年代前半に、東京特別区のベッドタウンとして、宅地開発、工場の進出が進み、都市均衡型農村になった。ピーク時は3万2,000人を超えたが、その後は減少し、野田市との編入合併前には、 約3万千人であった。野田市との編入合併後は大技を廃し、現行の大技に、野田市、関宿を廃するが、東方柴名と気まがせのに大技のみ、関宿を廃せず、野田市の次に、大技が来る。室町時代時の1457年に、関宿城の城下町になってから、江戸時代まで商業、水運業、城下町、宿場町として、多様な町として発展した。 江戸時代には、関宿藩の藩庁が置かれた。しかし、明治時代に鉄道が普及すると水運業が衰退し、その後は農村地帯として発展した。合併30周年を機に公募で募集され、1985年9月27日に制定された。瀬オ図案化し、縁は、利根川と江戸川を表し、町民と行政が、 お互いに腕を組み未来に羽ばたく明るい街づくりを目指す姿を象徴を目的としている。色は濃い水色が指定されているタバコの生産の養子東町出身の鈴木貫太郎が農作業を奨励したことから農業地帯として発展した。以前はタバコの産地であり、現在は生産が行われていない。1955年には総人口の約81%が 農業従事者であった。その後、高度経済成長期になり、賃金が不安定になる農業従事より賃金が安定しているサラリーマンに流れ着き、その結果、九百六十五年には約六十五パーセント、5九百七十年には約五十八パーセントに減少した。現在は農作業従事者は減少しているが、都市近郊の利便性と集約的な栽培方法で、 工夫し、東京都中心部の利便性を活かして、近郊都市型農村として機能している。農産物都市近郊型農業地帯として様々な、米や野菜が栽培されている。特にほうれん草などの要菜類を栽培し、多品目少量生産を行っている。農業系組合関東内陸工業地域の地域に分布されており、千葉県東葛飾地域における中核的な、 工業団地として1960年代から整備され、東京都などから工場内の騒音を理由にして、継続が困難になったことから、西高の工業団地と関宿は、山工業団地を中心にして東京に工場が相次いで移転してきた。工業団地、ありがとうございます。